皆様、お疲れ様です。楽しく、とりとりフォトライフしていますか？はい、今回は、新しく買った、カメラバッグを、お見せいたします。それでは、よろしくお願いします。さて、今回自分が購入した、カメラバッグは、アオスタ、サンクチュアリ、スリー、というものらしいです。らしいというのは、このバッグが欲しいと思って購入をしていないからです。立ち寄ったお店で偶然見つけて一目惚れしてしまったのです。その一目惚れしたポイントは、なんとバッグ上部にカワセミさんがいるのです。ここがまず一番しまったポイントです。そして大好きなカモフラージュ柄が全体に施されていて、なおかつアウトレット品のようでお値段が安くなっていたのです。これはもう買うしかないですね。 R7 専用のバッグにしようと思い、このバッグについて何の情報も名前も知らずに購入したのであります。購入した後、このバッグについて調べたのですが、メーカーは健康さんでした。フィルター等でお世話になってます。そしてやはり特に野鳥撮影を重点に置いて開発されたバッグのようでした。何も鉄道、飛行機、スポーツ写真など望遠レンズを使う写真家さんたちによって開発されたみたいです。それに開発者の方が野鳥撮影好きでもあるという面白くも愛のある開発コンセプトがホームページで見られます。背負い心地もよく、これから大活躍してくれることでしょう。 R7 と RF800mmF11ISSTM を装着した状態で余裕で入るし、今後100-400mmなどのレンズも買い足す予定なので、それらも全然余裕で入りそうですね。一目惚れして衝動的に購入したバッグですが、購入した後にいろいろ調べたら、このバッグがさらに好きになりました。そうそう、あと大事なことを言うのを忘れてました。このバッグの一番すごいとこです。なんと、このカメラバッグ、座れるのです。街が多い、野鳥撮影において、とても魅力的な要素です。そして、面白い。素晴らしい商品を作ってくれて、ありがとうございます。以上、自分の新しいカメラバッグでした。ちなみに、持っているカメラとレンズがどうしても全部必要な場合は、登山やキャンプで使っている大きなザックに全部入れて持って行ってます。さて、では、ここからは最近撮影をしている鳥さんたちとその様子をご覧いただきたいと思います。まずは桜を見に行った場所で国鳥さんが泳いでいるのを見つけました。それからその子が気になり、3週連続で週末撮りに行ってました。1羽しかいないので調べてみたら、どうも鳥インフルエンザの影響でこの子だけになってしまったようです。少し寂しそうに見えたりもしますが、どうか元気でいてほしいです。
は職場にやってくる。河原日は3です。冬の間は餌をまいているので、それを目当てにやってきます。こんな風に隠れて観察や撮影をしています。餌をまかなくなる夏には来なくなりますので、こうやって近くで観察できるのは今だけです。最後は地元徳島鳴門のコウノトリさんです。国の特別天然記念物であるコウノトリさん、嬉しいことに鳴門で巣を作って繁殖しています。なのでほぼ1年を通して観察することができます。嬉しいことですね。また全国の空を飛ぶことを願っています。顔が怖いなんて言われますが、観察していると可愛い仕草をしたりするので、自分にはコウノトリは可愛い鳥です。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。